はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験、令和2年の問題40番、仕上げ施工、縦具工事について解説をしていきます。本動画の解説資料は PDF にて販売いたします。番組タイトル下の説明欄にリンクが記載されてありますので、そちらからご覧ください。それでは本問題に入ります。アルミニウム製縦具工事に関する技術として最も適度なものはどれか。1、表面処理が着色陽極酸化被膜のアルミニウム製縦具は、モルタルに接する箇所の対アルカリ性塗料塗りを省略した。 こちらの問題は不正解です。結果から言うと、この対アルカリ性塗料塗りを省略してはいけません。今回言われているこのような着色陽極酸化被膜と言われるものですが、こちらは陽極電気分解によって取り出されたアルミニウム合金が酸素と結合して表面に出てくる被膜のことを言います。まあ、非常に難しいことを言っているんですけども、こちらが陽極電気分解と言われるものになります。こちらが陰極、そして陽極。この陽極の方にこのアルミニウム合金を取り付けます。そしてこの電解液というものを使用します。 この溶極電気分解によって取り出されたアルミニウム合金ですね。これが酸化して被膜が作られます。これが溶極酸化被膜と言われるものになります。今回言われているこの表面処理が着色溶極酸化被膜のアルミニウム製縦具と言われるものはこのようなものだと思っていただければよろしいです。これがモルタルに接する部分はこの対アルカリ性塗料を省略したと書かれているんですけども、このようにアルミニウム製縦具のものに関してはこのように周りに重点モルタルがあります。 この重点モルタルなんですけども、このモルタルはアルカリ性を有しております。そのため、このアルカリ性がアルミニウム部材を腐食させてしまうため、モルタルに接する部分に関しては、対アルカリ性塗料塗りを施す必要があります。なので、今回の問題に関しては、このような陽極酸化皮膜に関しては、対アルカリ性塗料を塗らなければいけないため、今回の問題は不正解となります。続いて2番と3番を一緒にいきます。外部建具周囲の 終点モルタルは NACL 換算0.04%必要比まで上演した回差を使用した。3番、縦具枠のアンカーは、両端から逃げた位置から間隔を500ミ、mm、リ以下で取り付けた。2番、3番、ともに正解となります。今回、3番ですけども、このようなアンカーというものを取り付けていくんですが、こちらに関しては、この端に関しては150。そこからこの両端から逃げた位置から間隔を500ミ、mm、リ程度でこのように取り付けていくというものになります。 なので3番に関してはこちらの数値の暗記になります。そしてこのような作業が終わった後に次は重点モルタルをどんどん敷き詰めていくということですね。この重点モルタルに関しては NLCL 換算の0.04%の確保必要比まで上演した回砂を使用するというものになります。モルタルと言われるものはセメントプラス細骨剤ですね、砂で作られております。これに回砂を使用するというものです。回砂は塩分を含んでおり、塩分であるこの n a c l と言われるものが多いとアルカリ指示化反応を促進させます。 そのため、重点モルタルは塩分を0.04%まで助演した回砂を使用する必要がありますので、こちらの問題もしっかりと覚えてください。今回はこの数値の暗記になります。続いて4番。水切りと下枠との取り合いは、縦具周りと同一のシーリング材を使用した。こちらの問題は正解です。今回の問題ですけども、このような水切り部分と、そしてこの下枠ですね。この取り合い部分のシーリング、ここのことを言います。 これがアルミニウム製縦具の断面図になります。このシーリングの取り合いの部分、ここの部分に関しては、普通の縦具周りのと同じシーリング材を使用しますので、この4番に関しては正解です。以上のことから今回は1番が誤っているため、1番が答えとなります。